さらに世界最速の男が決まるこのレースも中盤戦に差し掛かり900周目を迎えたところ、ニヒルで2枚目、二人勝ちの余裕のチャンピオンアース選手の独走を許した形になっております。と、おっと、後ろで激しい2番手争い、大人げない、大人げない、ついでに怪我ない、つるっとスリップって多い、これはギリギリ、相手ギリギリする、危ないところでギリギリ、両入りの第二国道を、これ見なかったことにしましょうね。あ、また1台割り込んできた、白い、白く燃えるマシンだ、赤く燃えるはジンマシンだ、バーンだ、燃える男バーンが出た、燃えるのはいいが、万年に挑まれる男バーン、仮にチャンプを抜けたとしてもトップを走れるのはラスト3周目まで、このトラウマは克服できたのか、この育児らしい、根性なし、西洋なし、やったぶっせー、痛え、痛えぞバカ、クソども、俺の名はバーン、燃える男を不死鳥のごとく帰ってきた、人呼んでフェニックスバーンだ。そう、あの時、あのレースからだ。しがないチンピラからプロレーサーへの転身を遂げた俺、そのデビュー戦で彼と同じコースを走った。だが当時若手ナンバーワンだったアース、ヤスと競り合い、ラスト3周目の接触、俺たちのアレックスは宙に舞った。それ以来ラスト3周目になると、その時の傷が必ずうずき、万年に、アースは自分に匹敵する相手がいないと片目を隠して走るようになった。貴様野郎だ、偉そうに余裕見せやがって、こっちには余裕なんてこれっぽっちもねえんだよ。おやおや、お嬢さん素敵なヘアでぞ。おっと、やった、バーン、バカのバーン、美人に見とれクラッシュか、カーカーカーの車だらけ、それもそうだよ、カーレース、いや、なんとタイヤを引っ掛けて走る走る、タイヤすり抜けてイタリアね、無理やりコースに戻っていく、バーンが燃えている、人体自然発火、その姿はさながら火の鳥、火の車、うわー怖い、行けゴッドフェニックス、バーンが燃えている、バーンが燃えている、バンバカバーン、バンバンバンバーン、アース、てめえの片目は俺が開けさせてやるぜ。原因でパパは引退、その後チャンプになったのはあの時のアース、気ざったらしく固め出しって、許せない、あいつのせいだ、許せねえんだよ。おっと、飛び出してきたのは伝説のチャンプの娘、今日初参戦、さすがのサラブレッド、血は争わない、チャンピオンの雪辱を果たすのか、アースを抜くまでの願掛けだというその髪型、邪魔になんないのか、あ、リンスなんかしてるか、枝毛はどうなんだ、あ、早速ゴリラに捕まった、おら、小娘か、親の七光で勝てると思うなよ。あら、七光ってどんな光？え？だと眩しい。あ、なんなわけ？その巨大なリーゼントで振動を吸収して浮いてるってわけ？ダメージヘア、毛がないように。重力を操る女グラビス、稲妻重力落とし。イエローフラッグ、フルコースコーション。路上のお掃除入ります。やるじゃねえか、あん時のジョーちゃんが大したもんだ。ついてこれるのかしら、3周目でビビってるあんたに、私の眼中にあるのはアーツを追い抜くことだけ、あんたがあいつの前に出れたならあんたの目を見て話してあげるわ。グリーンフラッグ、緑のおじさん、ご苦労さん、すます、俺好み、さあリスタートだ、一斉にスピード上げていく、ったく、ろくな男がいやしない、パパの仇、やつをさっさと抜いて普通の女の子に戻りたいんだけどね、出なけりゃこの髪型も戻せやしない。差し込むグラビス、チャンプと並ぶか、バッ
ダークの接触、2台とも空中でスピン、ボケ状が取れたって、それスピン、しまった。アースのメスからすっぽり抜けて、途中からスローモーションって何なんだろう。そこで見つめ合う若い2人って、何この展開って、ちょっと頼むよ。おい、ジャンピオン、アース、近くで見るといい男。それって何？なあ神様、俺はいつになったら両目でチェッカーフラッグを拝めるんだ。ジャンプを追い込まれた。後ろから野獣のような2人が食らいついてくる。野獣さん、北さん、逃げ切れるか。やはり余裕か。ジャンプ、少しは楽しませてくれよ。おっと、この動きはまさか出るか、出るのか、幽霊か。ジャンプの超電気竜巻、すごいタービランスだ。後続のマシンが次々宙に舞う。気流を操る、これがチャンピオンの力なのか。グラビスがブラーンと来て、バーンがバーンと来て、2台がチャンピオンに仕掛ける。2台が仕掛ける、仕掛けるには8人って、掛け算やってる場合か。抜いた、両サイドからチャンプが抜かれた、虫歯、いた。ついにチャンプの無敗伝説が書き換えられる時が来たのか。ちょっと何ですかこれは。早すぎてチャンプたちが見えない。煙が目に、からし明太子、見えない見えない。しかもコース全体が竜巻に覆われています。竜巻、これだもんね。ここまでやるのか、やらなきゃならないのか。スピードに命をかける者、限界に挑戦する者の差がなのか、魂なのか、ど根性なのか、なのかようか、このかどうか、たどり着くその先には一体何が見えるのか。見えない、何も見えないよ。パパ、助けて。そうだった。あんた、火が消えかかってるよ。無心で走りな。そうすりゃ3周目も怖くないよ。楽しもう。余計なお世話だよ。俺のエンジンは今やっと温まってきたところだぜ。もうコース上は3人だけの世界だ。しかし誰もが痺れる、憧れる。そして勝利の女神は誰に見やつくじゃない、微笑むのか。 Ladies and gentlemen, start your engines.